言うの無駄であろう。夏美先生は今強固な結界を張っているのだ。そうよ言うの、ほっときなさいって。あれがいつもの夏美なんだから。慣れない水着なんか着たもんだから、その反動が出ちゃったのよきっとね。遊んだ方が楽しいと思うんだけどな。まあ自由時間ですからね、過ごし方は人それぞれですよ。私はプロであり続けるの、そうでなくちゃならないの、一例のために。ちょっとあなたたち真面目にやっているの？さっきからちっとも話が前に進んでいないじゃない。別にそんな焦らなくてもいいでしょ。今日はずっと会議なんだしね。だんだんとペースアップしてくわよ。バセナの言う通りなのだ。タニャまだ眠いぞ。学生までもう少し待つので。そのふぬけた態度が問題なのよ。プロだったら常に全力を出して最高のパフォーマンスを見せてちょうだい。うん、夏美先生の言う通りだ。みな、我が輩を見習うように。イルカ、あなたがさっきからノートに書いてるのって今回のゲームとは関係ない妄想設定でしょ。ごまかしたって無駄よ。ガーあ、なぜバレたのだ。恐るべき夏美先生の魔眼、降参なり。レイジ、あなたもあなたよ。必要でもディレクターを名乗るならもうちょっと具体的な意見を出しなさい。すみません。なっちゃん、そんなにピリピリしないでよ。ゆっくりでも会議は進んでるんだから。そうだぞ夏美、ゲーム作りは長い戦いだからな。最初から飛ばしすぎると体力も気力も持たないじゃないか。急がずのんびりとやろうじゃないか。もちろん楽しむことも忘れないようにね。楽しむ遊びじゃないのよ。こんなんじゃダメなのよ。こんなんじゃ一例の思いには応えられないのよ。ということで、今回のゲームワールドエンドヘブンではワールドプログラムの拡張現実機能を使うのが前提です。したがってグラフィックはすべて 3D で作成することになります。ちょっと待って、それは決定事項なの？まあそのつもりですけど。簡単に言わないでくれるかしら。一体誰が 3D モデルを作るというの？私専門は 2D だから、 3D モデリングは最低限の知識しかないわよ。
あ、でも確か3作目のシンクロダイブは 3D ゲームでしたよね。あれは私でも作れるように一例がローポリ風の世界観コンセプトを提示してくれたからなんとか成立できたのよ。テクスチャもないモノトーンの世界観をゲーム性に取り入れた彼女のセンスに私は乗っかっただけ。それに必要最低限の 3D モデルからワールドマップを自動生成する仕様を作ってオワリとタチアナに指示を出したのも一例よ。そうだったわね。ああ、あの仕様は実に秀逸だったね。実質夏美が作ったマップパーツは20個ほどだったっけ。それをプログラムで組み合わせてあれだけ広大なマップを作れるとは驚きだったよ。正直レーナが何を言っていたのかは最初はちんぷんかんぷんだったのだ。でも積み木みたいなものだと考えればいいってアドバイスしてくれたからタウにもちゃんと理解できたんだぞ。これで分かったかしら。あのゲームはメンバー全員の特性を理解した一例の的確な指示があったからこそ成立しているの。言い換えれば彼女なしでは成立しない作品よ。それを成功例として引き合いに出されても困るわ。そうだったんですか。すみません。そうなるとグラフィックは 2D とすることにして現実の風景の上にそれを表示するっていうのはどうでしょう。そんなんじゃダメだわ。一体何がやりたいのかわからないし、そもそも一例ならそんなちぐはぐな仕様は切らないもの。すみません。この規模のゲームをまとめるとなるとやはり一例じゃなきゃ無理なのかもしれないわね。まあまあ夏美、少し落ち着いたらどうだい。レイジ君もまだ2つ目のプロジェクトだからね。お手柔らかに行こうじゃないか。経験の問題ではないわ。これは意識の、いいえ意思の問題なのよ。レイジ、あなたには物事を決めようとする意思がまるで足りてないのよ。なあ、夏美先生、スパルタなり。スパルタ？私はただ仕事をしてほしいだけよ。とは言ってもやっぱりまだあなたには仕様の確定は早すぎたみたいね。まあいいわ、グラフィックの仕様は私が決めるから。ちょっと待ってくださいよ。グラフィックの変化がこのゲームの肝になるんですから、企画サイドと連携を取れないでデザインだけ先行するなんてありえません。無駄になる作業が発生するディスコはどうするんですか。スケジュールにも関係してきますし。それは企画サイドの都合でしょ。私が気にするべきことではないわ。そんな、私に勝手に動かれたくなければ早く仕様を固めてちょうだい。もちろん私を納得させられるものをね。いや、だからその仕様を今みんなで詰めようとしてるんじゃないですか。そうよ夏美、ブレストなんだからみんなで意見を出し合えばいいじゃん。ブレスト？今必要なのは明確な指針と決定事項よ。そもそも使用決めをこんな大人数で話したってまとまるわけないじゃない。こういったものは誰かが強い意志を持って決めるしかないのよ。それはまあ一理あるかもしれないがね。でも俺としてはみんなの意見も聞いてみたかったしね。意見なんて聞く必要ないわ。この会議自体が無駄でしかないのよ。それに
一例ならたとえ私が先行して作業を進めたとしても、私の書いたものを無駄になんてしないもの。こうなったらもう、そもそもの企画を見直した方がいいかもしれないわね。一例がいないのに、こんな大規模なゲームを作ろうなんて、最初から無理な話なのよ。諦めましょう。ちょっと夏美、あんたそれ本気で言ってんの？せっかくここまで固めてきたものを全部捨てるつもり？なんだなんだ、作るゲームを変えるのか？ダーニャはやる気になってたのに、それじゃ困るのだ。大丈夫だよ、企画を変えるわけじゃないから。いいえ、私は一から考え直すべきだと思っているわ。だいたいディレクター不在のまま開発がスタートすること自体大きな間違いなのよ。ディレクターならレイジがいるじゃない。そうだぞ、今は頼りないとしても我が輩という師がおるからな。成長を期待しようではないか。それが期待できないから言っているのよ。まあまあ、夏美もちょっと落ち着きたまえ。文句を言うのはやめにしようじゃないか。今のジャッジメント7でディレクター的な役割を任せられるとしたら、レイジ君しかいないわけだしさ。消去法でディレクターを決めないでもらえるかしら。しわ寄せが来るのはこっちなのだけれど。いやまあ、それを言われると辛いんだけどに。で、レイジ君はどう思うんだい？そうですね、一応アルバイトとはいえディレクターを名乗ってるわけですから、なんとかしたいとは思ってますけど。なんとかしたいと思っている程度の人がディレクターを名乗らないでくれるかしら。なんとかできるのがディレクターなのだけど。すみません。話にならないわね。だいたいあなたみたいな素人が一例の真似をすること自体が。なっちゃん、もういい加減にしてよ。そんな臆病ななっちゃんなんて言うのは大っ嫌い。言うの。ちょっと言うの、あんたどうしたのよ。とりあえず落ち着こね。暴力反対って。お姉ちゃんは黙ってて。はい。いきなり何するのよ、痛いじゃない。そりゃ痛いよ、ぶったんだもん。だってぶたれなかったらわからないでしょ。こんな臆病者、ぶたれなかったら目を覚まさないでしょ。臆病？私が？そうだよ、レーナさん、レーナさん、レーナさんっていつまでもうじうじして。レーナさんはもう死んじゃったんだよ、もういないんだよ。それなのにレーナさんがいなくちゃダメだなんて、レーナさんがいなくちゃゲームが作れないなんて。それじゃあユーノたちは何なの？レイジ君は何なの？なっちゃんにとってジャッジメント7って一体何なの？答えてよねえ。何なのよ突然。あなた気は確か。私は当たり前のことを言っただけよ。感情的になられても困るわ。当たり前のことって何なの？レーナさんがいなきゃゲームが作れないってことがなっちゃんにとっては当たり前のことなの？別にそこまでは言わないけれど、できることに限界はあるわ。無理をしても事故を起こすだけ、それだけの話よ。どうして何もやらないうちに諦めるの？
なんで自分一人で勝手に無理だって決めちゃうの？そりゃ、ユーノもレイジ君も頼りないかもしれないけど、どうしてなっちゃんはこっちを見ようともしないの？なっちゃんは一体誰とゲームを作ってるの？一体何のためのゲームを作ってるの？レイナさんのためだなんて言ったら、ユーノは許さないんだから。道理よ。その通りって言ったのよ。私は一例のためにゲームを作る、一例の意思を継ぐためにゲームを作る、それが私の使命よ。あなたにとやかく言われる筋合いなんてないわ。違う違う、そんなの違う。そんなの本当のなっちゃんの気持ちじゃない。無理するの？なんで誰も信じようとしないの？どうして自分の心まで嘘で塗り固めたりするの？何よ、何よ、何なのよ。さっきから黙って聞いてあげてれば、何も知らないくせに偉そうなこと言わないでよ。何も知らないくせに、私のことを何も知らないくせに、いつも土足で私の心を踏みにじって、あなたは一体何様のつもりよ。知らないよ、わかんないよ。だってなっちゃんは何も話してくれないじゃん。いつも自分の殻に閉じこもって心に鍵をかけちゃって、そんなんで自分のことわかってくれなんて言うのはバカだから、そんなのわかんないよ。だったら放っておきなさいよ。別に私のことを分かってくれなんて頼んでないわ。そういうあなたの頭の中までお花畑な天然ぷりが私には迷惑なの。不愉快なの。正直虫唾が走るのよ。放っておけないから怒ってるんだよ、バカ。私は一例の名を汚すわけにはいかない。彼女の名を貶めるような作品を世に出すわけにはいかないのよ。それが私のプロとしての誇りであり、志だから。その邪魔をしないでちょうだい。なっちゃんのわからずよ。そんなの言うのが知ってるなっちゃんじゃない。そんな中途半端な誇りなんて言うのわかんないよ。一例ならわかってくれたわ。死んじゃって悲しいのはなっちゃんだけじゃないんだから。私がどれだけ一例に助けられ、励まされ、彼女に支えられていたか、あなたは知らないでしょ。知りもしないくせに好きかって言わないで。知らないよ、わからないよ、そんなの関係ないよ。それが何だっていうの。レイナさんが死んじゃってかわいそうだね、なっちゃんって言ってもらえるとでも思ってたの？甘ったれないでよ。こんな時レイナさんだったらなっちゃんの気持ちを分かってあげられるかもしれない。でもユーノもレイジ君も他のみんなだってレイナさんじゃないんだから、レイナさんみたいにうまくなんてできないよ。だったら黙ってなさいよ。ユーノはレイナさんじゃないけど、でもレイナさんが生きてたって今のなっちゃんの気持ちなんて分かりっこないよ。今はもういない人に責任を押し付けてるだけの臆病者の気持ちなんて誰にも分かってもらえないよ。なんですって。今のいじけたなっちゃんのことなんて言うのは大嫌いだし、レイナさんだって大嫌いって言うに決まってるよ。
うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。あなたみたいに誰からも愛されてチヤホヤされて他人からも疎まれたことなんかない平穏な人生を送ってる人に私の気持ちなんて分かるはずないわ。夏美、それは違う。この子はね、お姉ちゃん。いいから黙ってて。そうね、悪かったわ。悪いけど少し一人にさせてもらうわ。それじゃちょっと休憩としようかね。言うの。こ、怖かったのだ。タニャ、おしっこ漏らすところだったのだ。あ、いや、ひょっとしたらちょっぴり漏らしてしまったかも。まさかユーノがここで覚醒からの暴走を見せるとは、我が輩のシナリオにはない展開だ。あの、ユーナさん、大丈夫ですか？ねえ、天使くん。人を叩くと、自分の手もこんなに痛いんだね。ユーナ、そんなことも知らなかったよ。でも、手よりもずっと、心が痛いんだ。なんだか悲しい痛さだね。あの、なんかすみません。僕が不甲斐ないばっかりに二人に喧嘩させてしまって。もう、なんでレイジ君が謝るかな。これはね、誰が悪いって話じゃないと思うんだ。そりゃ会議中のなっちゃんの態度は悪かったし、思わずぶっちゃった言うのも悪いんだけどね。びっくりさせちゃったでしょ。ごめんね。はい、確かにびっくりしました。ユーノさんでも怒ったりするんですね。ユーノは怒ったりしないと思ってたの？それはちょっとあんまりだな。ユーノだって怒ったり、ムカついたり、誰かを恨んだりするんだよ。だって女の子だもん。あ、すみません。そういうつもりで言ったんじゃないんですけど。デイジ君、謝ってばっかりだね。あのね、さっきのことなんだけど、最初から怒ってたんじゃないんだよ。なっちゃんの話を聞いてたら、なんだか悲しくなっちゃってね。なんでこんなに悲しいんだろうって考えてるうちに、だんだん悲しいなって思ってることに腹が立ってきてさ。どうして言うのが悲しい思いをしなきゃならないのって叩いちゃったんだ。なるほど。あ、でもでも、きっかけはそれだけじゃないのかな。どういうことですか？なっちゃんの、レイナさんがいなきゃダメだっていうのは、悲しかったし、間違ってるとは思ったんだけどね。一番許せなかったのは、レイジ君じゃダメだって言ったこと、かな。え？
ちろんなっちゃんにすごい悪意があったとは思ってないけどね。仲間にあんなこと言ったらやっぱりダメだと思うんだ。そのすみません、本当に僕が不甲斐ないばっかりに。謝っちゃダメだって。レイジ君はレイナさんじゃないんだから、レイナさんとは違うディレクターになればいいと思うんだ。ユーノさん、ありがとうございます。あのね、なっちゃんがね、水着を買いたいから協力してって言ってくれた時、言うのすっごく嬉しかったんだ。だってなっちゃんがお仕事以外のことで言うのにお願いしてくれるの初めてだったからね。もしかして言うののこと、お仕事の仲間以上に思ってくれてるのかなって思ったんだよ。でもやっぱ違ったのかな。なんか残念だな。ユーノはもう少しここで休んでくから、レイジ君は先に戻っててね。わかりました。それじゃ。あれ、浅田さんとイルカさんは？ああ、あの二人ならちょっと外の空気を吸ってくるとか言っていたかな。まあ朝からずっと部屋にこもっていたんだから気分転換も必要だろ。それで尾張さんとタチアナは何を？夜のお楽しみ会の準備なのだ。いや、ずっと会議ばかりもなんだと思ってね。今夜は新世界ゴーグルを使ってデモンストレーションを行うことにしたよ。実際のゲームプレイを体験しながらの方がレイジ君もイメージが湧きやすいだろ。どんなゲームを目指すべきかさ。基地のサーバーへのアクセスはこの民宿の回線を借りられるよう陽子くんにお願いしておいた。ただ準備にはまだしばらく時間がかかりそうだからね。それまでは自由時間でいいよ。そうですか、わかりました。レイジだったらターニャのお世話をするのだ。ターニャは作業に集中しなくちゃだから、ターニャの口にホームランチョコバーを。あんぶっ。何日かの面倒は俺が見ておくから、レイジ君は好きに動いてくれて構わないよ。今は君にしかできないこともきっとあるだろうからね。ありがとうございます。あ、レイジ。どうも浅野さん、息抜きですか？まあね、さすがにあんなことがあっちゃ部屋にいたって息が詰まっちゃうでしょ。そうですね。ところで夏美さんを見ませんでしたか？夏美？私は見てないわね。そうですか、それじゃあ。まあちょっと待ちなさいよ。あんたさ、あの後でユーノと会ったりした？ユーノさんとならついさっきここで話をしましたけど、いませんでしたか？
私が来た時はいなかったわ。どこに行ったのかしらね。まあいいわ。それであの子、様子どうだった？夏美さんと喧嘩してしまったことで落ち込んでるみたいでしたけど。だよね。ましてや先に手を出したのがユーノの方だもんね。しかしまあ本当に驚いたわ。まさかユーノが夏美をひっぱたくなんてね。僕も驚きました。あんなに怒ったユーノさんを見るのも初めてでしたし、僕がディレクターとして不甲斐ないせいであんなことに。もちろんそれが原因の一つではあるわ。でもユーノが夏美に怒ったのはそれだけが理由じゃないはずよ。これでも私はユーノの姉だから、少しぐらいはあの子の気持ちだってわかるつもり。あの子があのタイミングで切れたのは、夏美がレイジ、あんたの存在を否定しようとしたからよ。っていうか、あんたが夏美に謝ってばっかりいたから、言うのも我慢できなくなったのよ。あそこで夏美に対してビシッと言ってやればよかったのよ。つべこべ言わずに俺に任せろって。勘弁してくださいよ。僕そんなキャラじゃありませんから。キャラとかそういう問題じゃないの。とにかくあんたはもう少しディレクターとしての自信と自覚を持ちなさい。アルバイトディレクターでもですか？アルバイトディレクターでもよ。少なくとも私はレイジ、あんたの指示に従って作業を進めようってそう思ってるから。浅野さん、ありがとうございます。勘違いしないで。あんたをディレクターとして認めたわけじゃないから。ただ人がいないって理由なだけだから。消去法なんだから。それと今更かもしんないけど、正直ユーノには先を越された気分だったのよ。もしユーノがあそこで怒らなかったら、叩かないまでも私が夏美に噛みついてたと思うわ。それってはい、話は終わり。私はちょっとユーノを探しに行くわ。姉としてちゃんと慰めてやんなきゃね。夏美のことはあんたに任せたわよ。まああの子もさすがにもう頭を冷やしてる頃だと思うけどね。さすがにこんな賑やかな場所に夏美さんが来たりはしないか。レイジ、こんなところに何をし。わかったぞ。降り注ぐシャイニングウェーブを浴びに来たのかな。シャイニングウェーブは自らの肉体をバーニング形態へと変化させる奇跡の聖なる光だ。しかし油断は禁物なり。適度なバーニング形態はお前に新たな力と自信を与えるが、行き過ぎた先にあるのは完全なるメタモルフォーゼ。まさかレイジ、それを目的としておるのか。古き姿を完全に捨て、新しき鎧を身にまとおうと。イルカさん、普通に日焼けしに来たのかって聞けないんですか？それで言うと答えはノーですけど、浅黒い肌に憧れなんてありませんしね。イルカさんはここで何を？不思議な衝動に突き動かされるまま、気づいたらここへと来ていたなり。おそらく
海底に眠る古代文明の遺跡からのシグナルが脳内チャンネルとリンクし、我が愛をここに呼び寄せたのだろう。なるほど。それでその不思議な衝動っていうのは具体的にどんなですか？よくぞ聞いてくれた。潮風でも浴びて気分転換をしたいという衝動だ。あと気まずい空気から逃げ出したくもあり。それ古代文明関係ありませんから、イルカさん自身の普通の衝動ですから。あ、ところでイルカさん、夏美さんを見ませんでしたか？夏美先生か。うん、我が輩の第三の目をもってしてもこのビーチでは見かけておらんが。ですよね。さすがにこんな賑やかな場所には来ませんよね。失礼しました。おっと、待つのだレイジ。しおり、弟子であるお前に少し話がある。他ならぬ夏美先生のことだ。レイジよ、夏美先生にあそこまで辛辣な言葉を並べられ、さぞや怒りのパトスを燃え上がらせていることだろうと思う。だがどうか夏美先生のことをそこまで悪く思わんでくれ。夏美先生は一例のことを慕っておった。それこそ本当の姉のようにな。こうやって一例の故郷にやってきて、ちゃんと前には立てなかったものの、一例のお墓を目の当たりにしたのだ。それでやる気がバーニングしてしまっただけなのだ。ただちょっとそれが間違った方向を向いているだけ。だからレイジーよ、頼む。理不尽ではあるだろうが、今の夏美先生を優しく見守ってほしいなり。大丈夫ですよ、ちゃんと分かってますから。そりゃ少しはへこみましたけど、だからって夏美さんを悪く思ったりはしません。そうか、そうだな。それでこそ我が弟子の。確かに今のレイジーでは一例に遠く及ばぬ。しかし悲嘆に暮れる必要などない。しおり、格言を伝え、我が道をゴーイングするのだ。すみません、ちょっと意味がわからないんですけど。一例という幻影にとらわれることなく、レイジーはレイジーなりのディレクターを目指せばいいということだ。その時こそ楽園より訪れし視点師が微笑み、お前は選ばれしディレクターとして我が輩と共に世界の危機を救うこととなるだろう。イルカさん、ありがとうございます。ではレイジー、我が輩はもう少し古代文明との交信を続けよう。さらばだ。言うのに大嫌いって言われてしまったわ。別に今まで他人にどう思われようが気になんてならなかったのに、あの子にあんなことを言われるなんて正直へこむわね。最悪な気分よ。私は臆病者だって言われたわ。自分の心を嘘で塗り固めているとも言われた。あ
んな天然の女子高生に、何も知らない世間知らずな女の子にあっさりと見透かされてしまったのよ。なんて薄っぺらなのかしらね、私という人間は。ほんと自分が嫌になるわ。何がプロの志よ、何がプロとしての誇りよ。そんな言葉に酔ってるだけの独りよがりの無名の絵描きじゃない。きっとあなたも分かっていたんでしょ、私はその程度の存在だって。一人じゃ何もできないって気づいていたんでしょ。あなたの存在を汚し貶めているのは他でもない私だものね。ねえ、私は一体何のために絵を描けばいいの、誰のために描けばいいの、それが分からなくなっちゃったよ。一流、なんであなたは死んじゃったの、どうして私を置いていっちゃったの。あなたが道を照らしてくれなければ私一人じゃ歩けないのに。怖くて基地に閉じこもってることしかできないよ。助けてよ一霊、お願い助けて。もう一人は嫌だよ、一人ぼっちは嫌。一霊助けて、誰か私を助けてよ。午前0時、どうせそこにいるのでしょう。隠れてないで出てきなさいよ。気づいてたんですか。まさか本当にいるなんて、バカじゃないかしら。あなたお人よしにも程があるわよ。そうですね、自分でもそう思います。別にいつからそこにいたのかなんて聞かないわ。何を聞いていたのかもね。それでいいわね。はい、夏美さんのお好きなように。少しだけそこにいなさい。うん、お願いだからそこにいて、お願いよ。
ここにいます。ずっとここで夏美さんのことを待ってますから。本当にずっとよ。夜中になっても朝になってしまってもずっと待ってます。夏美さんが納得するまで、いつまでも。ありがとう、レイジ。本当にありがとう。帰りましょう。そうですね。見たことなんだけど。大丈夫です、忘れますから。いえ、忘れないで。あなたには覚えていてほしいから。わかりました。夏美さんがそう言うなら覚えてますから。絶対よ、いつまでも忘れないで。永遠にあなたの命ある限り。いえ、たとえ生まれ変わったとしてもよ。重いです、夏美さん。それだけのものをあなたは見てしまったのだから。この混沌の黒天使の真の姿を見てしまったのだから、諦めることね、午前0時。あ、はい。それじゃ部屋に戻りましょう。待っていたよ、お二人さん。随分と遅かったじゃないか。一体何をしていたんだい？想像にお任せするわね、レイジ。そうですね、想像にお任せしましょう。
ぬぬぬ、何やら二人から昼間とは違う波動を感じるなりよ。この波動パターンは まさかリア充ワールドに汚染されたというのか。イルカじゃないから波動は分かんないけど、でもちょっと雰囲気が変わったのは事実よね。ねえあんたたち本当に何してたのよ。だから想像にお任せするって言ってるでしょ。何よそれ、ますます気になるじゃない。とにかくこれで全員揃ったというわけだね。すみません、お待たせしてしまって。いやいや、いいんだよ。こっちのセッティングが終わったのもついさっきだからね。思いのほか接続の設定に手間がかかって参ったよ。プログラムの改良も必要だったしね。そうなのだ、タニャすっごく頑張ったのだ。おかげでエネルギー切れだぞ。レジ、ターニャにホームランチョコバーを食べさせるのだ。あれ、でもチョコバーならオワリさんがあげてたんじゃ。それがね、途中からターニチカが拒むようになってしまったんだよ。だってターニャにホームランチョコバーを食べさせるとき、世界はとっても気持ち悪い顔をするのだ。幼女の口に黒光りする棒を突っ込むという行為はなかなかに楽しかったからに、つい年がいもなく興奮してしまったよ。さすがは世界、この夏合宿でさらなる変態ワールドの扉を開いたということか。まさに底なしの男である。終わり、最低。やっぱり食べさせてもらうならレイジが一番なのだ。ありがとうなのや。さすがだねレイジ君。幼女の口に黒光りする棒を突っ込ませたら君の右に出る者はいないよ。おかしな言い回しはやめてくださいよ。知らない人が聞いて誤解されたらどうするんですか。それより新世界ゴーグルのデモンストレーションをするんですよね。ああ、せっかくだから夕食前に軽くやってしまおうと思っているところだ。レイジ君と夏美も新世界ゴーグルを用意してくれたまえ。ねえ終わり、しつこいようなんだけど、このゴーグル本当に大丈夫なんでしょうね。ほら、あんなことがあった後だし、万が一またってことはないんでしょうね。心配は無用だ。今回はここにある PC を介して基地のサーバーにアクセスするだけだからね。使用する回線もこの民宿のものだし、新世界体験も仮想世界も無関係な純粋なワールドプログラムのデモンストレーションなのだ。さっき世界の新世界ゴーグルでテストしてた時も何も起こらなかったし、ターニャも大丈夫だと保証するぞ。そもそも北利権や DIH の回線は全部ブロックされてるから、アカシックにアクセスする方法はもうないしな。そうならいいけど。つまりこの新世界ゴーグルは本来の役割に戻ったということね。これで良かったんだよ。
だって俺たちの本業はゲーム開発なんだからね。それで世界はどんなデモンストレーションをするつもりなのだ？それはスタートしてからのお楽しみだよ。どうせエロエロな変態映像でも見せるつもりなんでしょ。うんうんうん、君たちの度肝を抜く映像とだけ答えておこうか。はあ、それは気になるなり。さて、それではそろそろ始めようじゃないか。各自、新世界ゴーグルを着用してくれ。よし、全員準備は完了だな。ワールドプログラム、スタンバイ。いざ、めくるめくパラダイスへ向けてチェンジザ。待って、ユーノ、どうしたんだい？ひょっとしてトイレか？だったら今のうちに。違う、トイレなんかじゃない。私がやる。私がボイスコマンドを言うわ。まあ、それじゃあ、言うのにお任せしようかね。チェンジザワールド。まさかこれって。嘘でしょ。どうしてこんなことに？とりあえずゴーグルを外すのだ。これって失敗したってこと？そうだよね。ただの普通の失敗よね。ね？タニシカ、デバッグンだ。了解なのだ。適当なオブジェクトを表示させてみるのだ。うわ、出たなり。ってことは、やっぱり…新世界に来てしまったようだね、我々は。いやー、これ参ってに。ちょっと終わり！何が心配は無用だよ！仮想世界にあっさり繋がっちゃってるじゃないの！一体どういうことか説明しなさい！いやいや、そんなこと言われても俺にも原因はわからんよ。だってこんなこと理論上ありえないはずだからね。無責任なのだ。ちゃんと説明してほしいのだ。っていうか、タチアナ、確かあんたも大丈夫だってこと保証してなかったっけ？世界よ。そもそも仮想世界があるのは浅草の一角だけだったのではないか。ここは
我が輩たちが突然やってきた民宿であるぞ。13件とやらはこんなところまでデータ化しているというのであろうか。大幅なアップデートでもしたのかね。アカシックの仕組みはよくわからないけど、確か人の記憶からデータ化された世界を作るって話なのだ。だったらターニャたちの記憶でこの空間が作られてるのかもしれないのだ。それもアカシックに接続しないことには実現しない話ですよね。つまり僕たちは今アカシックに接続中。それって大問題じゃないですか。13件に対して俺たちのアクセスログが残ってしまうのも問題だし、ログアウトの手段がないというのも問題だね。私たちまた仮想世界に閉じ込められたの？まあそういうことになるね。でも大丈夫だ、心配はいらないよ。あんたの大丈夫だはもう信用できないのよ。どう大丈夫なのかきっちり説明して。ただし私が分かるレベルの言葉でね。簡単な話だよ。この民宿には陽子くんと雅くんがいるじゃないか。8時に夕食をお願いしておいたから、時間になっても俺たちが現れなかったらおそらく様子を見に来てくれるだろうし、そこで俺たちが新世界ゴーグルを装着した状態で眠っているのを見れば普通に起こしてくれるだろう。現実世界であと30分もすれば引き戻されるということだよ。どうだい、心配はいらないだろう。なるほど、それなら悲観する必要はないな。そうね、よかった。一時はどうなることかと思ったわよ。待って、問題はそれだけじゃないわ。それだけじゃない？レイジ、あなたも気づいていないの？ユーノがいなくなってるってことに。なんかよ、ほらあの子ってば天然だから。もうしょうがないんだから、トイレくらい先に済ましときなさいよね。私ちょっと迎えに行ってくるわ。待ってください、何が起こってるかわからないこの状況で一人で動き回るのは危険です。僕も一緒に行きますから。分かったわ、グズグズしたら承知しないからね。プレマップ現象は仮想世界の端を越えようとすると反対側から現れるって現象です。確かに似てますけど、今回のとはちょっと違うような。ちょっと、ユーノはいたの？どこよこの汚い部屋は。汚いわ余計よ、人の部屋にケチつけないで。え、ここって浅野たちの部屋なの？でもどうして。おお、ここが浅野というのもお家なのか。ターニャ初めて来たのだ。
ボロくて狭いとこなのだ。ついに我が輩の空間転移能力が覚醒したということか。どうやらノバークへの旅立ちの時も近いようだな。なんだ、浅野の部屋にしては片付いているじゃないか。まあ、ユーノと暮らしているんだから当たり前といえば当たり前だがね。さてと、とりあえずタンスの中でも覗かせてもらおうかな。こら変態、部屋の中を物色するんじゃない。それにしても民宿の部屋を出ると浅野たちの部屋へとやってくるとはね。なかなか興味深い現象じゃないか。よし、今よりこの現象をマップジャンプ現象と名付けよう。わあ、マップジャンプ現象、なんだかかっこいいのだ。ターニャ、民宿の部屋に行ってたのだ。つまりそこの敷居がマップが切り替わる境界線ということか。こんな状況だとそこの扉も普通に外につながっているかどうか怪しいところね。それでユーノはどこかしら。少なくともここにはいないようだぞ。あのテーブルの上にメモみたいなものが置いてありますよ。メモ？どうしたんですか？嘘。なんでこんなものが今さらここにあるのよ。浅野さん、今さらってどういうことですか？この書き置きのこと知ってるんですか？だから浅野さん、単独行動は危険ですって。おお、まさかの浅草地下街か。にゃー、これはびっくりなのだ。浅野、さっきのメモにどんな意味があったのかは知らないけれど、あまり一人で先走ったりしないで。何が起こるかわからないのだから。探さなきゃ、ユーノを探さなきゃ。もう言ってるそばから。仕方ないわ、みんな追いかけるわよ。はい、待つのだ。ここから先靴下や裸足で走るのは辛かろう。急いでこれを履くがよい。外に出る可能性も考えて引き返して取ってきたのだ。イルカ、あなたにしては気が利くじゃないの。いや、それほどでもあるなり。ありがとうございます。それじゃあ浅野を追いかけましょう。それにユーノも探さなきゃ。この入り口のドアと地下街がつながってるってことは、僕たちは事務所の中には入れないってことですね。マップジャンプ現象、かなり手強いわね。これならまだロープレマップ現象の方が分かりやすかったわ。
でも、なんでこんなことになっているの？何かのバグかしら？この新世界の空間座標がめちゃくちゃになってるみたいなのだ。ああ、浅野を発見したぞ。浅野さん、追いかけるわよ。ここってあそこよね。はい、浅草のロックスです。特に法則性はなさそうだし、次はどんな場所に出るのかワクワクするね。ターニャもなのだ。なんだか迷路で遊んでるようで面白いのだ。浅野の姿はないな。おそらく先に行ってしまったのだろう。浅野さん、とにかく急ぎましょう。キリがないわね。まあ落ち着け。これまでのところ一度通った場所は再び現れていないようだ。マップ間のつながりは確かに狂ってはいるが、完全にランダムに飛ばされるわけじゃないらしい。つまりややこしいようですけど、基本は一本道ってことですよね。その通りだよ、レイジ君。なかなか冴えてるじゃないか。このまま走り続ければ、アソニア・ユーノを見つけることができるということか。我が輩燃えてきたぞ。途中でコンビニの中とかに出たら、甘いものを補給するのだ。そしたらターニャ、さらに頑張れるのだ。一本道なら分かりやすくていいわ。さあ、行きましょう。ここは仲見世通りか。どうやら私たちは雷門から飛び出したようね。ターニャ、もう限界なのだ。レイジ、おんぶしてほしいのだ。浅野がいたわ。浅野さん、待ってください。浅野さん、レイジ、邪魔しないで。早くユーノを見つけないと。浅野さん、足ひどいことになってますよ。せめて靴履いてくださいよ。え、足何よこれ。まったく、無茶しないでくださいよ。ユーノさんを探すなら僕たちも協力しますから。そうよ浅野、一人で突っ走ったりしないで。ユーノを心配する気持ちは私たちだって同じなんだから。我が輩たちは仲間だろ。置いていくとは水臭いではないか。ごめん、ちょっとテンパっちゃって。
ありがとう、みんな。っていうか、ごめん。浅野、あなたがそこまで慌てるということは、それなりの理由があるのでしょ？それってもしかして、さっきあなたが見たユーノの書き置きに関係しているんじゃない？それは…何やってるの？みんなに言っちゃえばいいじゃん、お姉ちゃん。ユーノさん、ユーノはね、自殺しようとしたんだよ。あの書き置きを残した後でね。ユーノ、もうやめなさい。お姉ちゃん、私はユーノじゃないよ。あんなに弱くて嘘つきで臆病で何もできない女の子はもうやめにしたの。私は昼の早瀬昼の日陰者のユーノなんてもういらないから。だからユーノはもうやめたんだよ。ちょっとユーノ、あなた何を言っているのよ。あ、私あなたのこと知ってる。結城夏美。変な名前。寂しがり屋のくせにカッコつけて嘘ばかりついてるネクラ女。一人じゃ何もできないくせに他人を拒絶するふりなんてして、ほんとバカみたい。ユーノの暴言にゾクゾクするなり。うっせえ中二、何調子乗って喋ってんだよ。見苦しい格好して目障りだし耳障りなんだよ、この寄生虫。黙ってな、息もするな。てめえはもう存在が終わってんだよ。これはまた見事にグレてしまったようだね。はあ？何か言った？この変態。っていうか、いつも人の胸ジロジロ見てマジでキモいっていうか、犯罪だろそれ。警察に突き出してやろうか？ああ！おいおい、巨乳は見るためにあるんだから仕方がないだろ。やかましい、死ね。てめえさっさと死にやがれ。うわあ、言うのがおかしくなったのだ。ダーニャ、怖いのだ。いい子だから私がたっぷり可愛がってあげるよ。さあこっちにおいで。嫌なのだ。可愛がるの意味が違う気がするのだ。タニャ、ボコボコにされる予感がするのだ。何よ、なんで逃げるのよ。どうして私じゃダメなのよ。なんで、どうして、なんでなの。もうムカつくな。ムカつく、超プンスター、超プンスター。レイジ、やっぱり怖いのだ。あんなの、ユーノじゃないのだ。レイジ、レイジ君。ユーノさん。やめて、その名前で呼ばないでよ。ユーノなんてもういないって言ったでしょ。はい、ヒルノさん。レイジ君、
あなたが悪いんだ。僕が？そうだよ。あなたが私のことほっぽり出してあんなネクラ女のところに行ったりするから。泣きたいのは私だって同じなのに、なんで私のこと無視するのよ、ほっとくのよ。どうして夏美なんか追いかけていくのよ。そんな僕は。僕は何？ユウノさんは、あ、いや、ヒルノさんは強いから大丈夫だって思ったから。なんでそんな風に思うのよ。なんで私が強いなんて思うのよ。なんで大丈夫だなんて決めつけるのよ。いつもバカみたいにニコニコしてるから何があっても傷つかないと思った。あんな風に人前で喧嘩しても実は全然へこたれてないって思った。そんなの勝手に決めつけないでよ、押し付けないでよ。助けてよ、かまってよ、守ってよ、慰めてよ。私のことほっとかないでよ。他の女の子のとこなんかに行かないでよ。レイジ君のバカ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 。ごめん。ユウノ、あなた。何その目は、哀れみ、それとも勝者の蔑み。よかったわね、自分だけレイジ君に慰めてもらって。さぞかし気持ちよかったでしょうね。あんな子供みたいにワンワン泣いて、ほんとバカみたい。そう、墓地でのことあなた見ていたのね。そうだよ、見たわよ。私だって見たくなかったよ。でもレイジ君はあなたを探してどっか行っちゃうし、寂しくて悲しくて不安で誰かにそばにいてほしいのに。どうして私は慰めてもらえないのに、自分勝手なあなたが慰めてもらえるの。ずるい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 、そんなのずるい。いつもそう、私はいい子にしてるのに、私はおとなしくしてるのに、私はニコニコしてるのに、誰にも嫌われないように、誰にも迷惑かけないように、邪魔にならないように、息も潜めてじっとしてるのに。私は悪いことなんてしてないのに、どうしてみんな私をいじめるの。どうして、どうしてよ。ユウノ、あんたまだあの時のことを。お姉ちゃん、そんな顔しなくてもいいんだよ。私はもう変わったから。うん、分かったから、分かったから変わったんだ。おとなしくしててもいいことなんて何もないって、ようやく気づけたから。だからもうお姉ちゃんに守ってもらうだけの私はやめにしたの。自分に嘘をつくのももうやめたの。だからって今のあんたが本当のあんただなんて私は思えない。いいよ別に思ってもらえなくたって。姉妹って言っても結局は別人、所詮は他人なんだから。誰も私のことを理解なんてできないし、理解しようとするふりもしなくていいんだよ。そんな、私はあんたのことを。はい、話はおしまい。今までありがとね。私はこれから生きたいように生きるから。薄っぺらなユーノの人生を終わりにしてヒルノとして生きていくの。そう決めたらなんだかすっごい晴れ晴れしてるの、気分爽快だから。もう大丈夫なんだよ。ユウノ、
ということで、勇気夏美。何を。私はあなたに決闘を申し込む。は？意味が不明だわ。どうして私があなたと決闘を。意味なんてない。私がそうしたいからそうする。ただそれだけ。時間はそうね、明日の朝5時、夜明けの決闘よ。海水浴場のある石井海岸で待ってるから、逃げずに来なさい。ちょっとあなた。言うの。しかしこいつはまたひどくこじれてしまったね。正直なんで新世界に来てしまったのかとか、そんな問題どうでもよくなってしまったよ。まさかあのユーノが夏休みデビューするとは予想外の展開。しかもあそこまでの闇落ちっぷりはさすがの我が輩も低レベルだぞ。ユーノが壊れちゃったのだ。きっとターニャがいい子じゃなかったからいけないのだ。いや、タチアナのせいじゃないから心配しないで。とりあえずあなたと私は名指しで恨まれているみたいですし、なんとかしないといけないわね。違う、これは私たち姉妹の問題だから。あんたたちは誰も悪くない。悪いのはあの子のことを見ていてやれなかった私だ。何がお姉ちゃんよ。何が言うのは私が守るよ。全然守れてなんかなかったじゃない。浅野さん、どうやら事態は想像以上に混迷をきたしているようね。こんな形でまた会うことになるなんてね。レーナ、君なのかい。一礼。おお、レーナなのだ。世界くん、みんなこんなことになってごめんなさい。ごめんなさいか。どうやら再会を喜んでる状況ではないようだね。ま、こっちも聞きたいことは山ほどあるし。でしょうね。とりあえず落ち着いて話ができる場所に行きましょう。まさか仲見世通りと基地のラウンジがつながっていたとはな。一ノ瀬玲奈としてここに来るのは初めてなのに、全員が揃ってないんじゃ素直に喜べないわね。さて、どこから話を聞いたものかね。レイナ、君がいるということはここは新世界、つまりアカシックが作った仮想世界ということで間違いないんだよね。ええ、そうよ。それにしてはマップのつながりはめちゃくちゃになっておるし、そもそも今までは存在しなかった民宿や浅野の部屋まである。これまでの仮想世界とは随分と様子が違うではないか。ここはアカシックの作り出した仮想世界ではあるけど、厳密に言うとユーノの深層心理が作り出した仮想世界でもある。現実で何があったのかまでは知らないけど、この世界を、そして
あの昼野という人格を選んだのは優乃自身よ。優乃があの子があんな自分を望んだなんて信じられない。それは私も一緒よ、浅野。あれが優乃の気持ちだなんて私だって信じない。ただ今の優乃が自分を否定するという負の感情にとらわれているのは事実よ。あの昼野という人格はおそらく優乃が自分自身を否定するために作ったキャラクターのようなものでしょうね。この仮想世界では思いの強さが現象に作用する。つまり新世界ゴーグルが読み取る脳波が強ければ強いほどこの世界に大きく反映されるってこと。それが人の記憶で作られたこの世界の絶対の法則なの。強い思い込みが世界を構成すると言い換えてもいいわね。ただ通常は管理者権限を持つものでなければ世界の構成要素をここまで大きくねじ曲げるような改変はできないはずなんだけど、そこによほど強い思いが作用しない限りはね。なるほどね。この新世界が現実を模しただけの仮想世界じゃないってことは予測していたが、まさかここまで仮想の空間を歪曲することができるとは思わなかったよ、正直。ここが何のための実験空間なのかはこの際どうでもいいか。やはり真っ当な研究ではなさそうだね。とにかくこの新世界がユーノの強い思いでおかしくなっているのは分かったわ。でもそもそもとしてなんで私たちはまた新世界に来てしまったの？アカシックへの接続回線は全て断たれたはずだし、オワリが起動テストをした時には新世界体験は起こらなかったのよね。ああそうだ、何も起こらなかった。それは間違いない。それに関しては私のミスね、レイジ君。前回の出口との対決の後に見た私の記憶風景を覚えてる？あ、はい。出口に銃で撃たれて、レイナさんが回線を切断してから現実に戻るまでのあの世界のことですよね。そう、あれは私がレイジ君に見せたかったから、事実を覗いてほしかったから。だからあなたの新世界ゴーグルのストレージ内にアカシックへの接続認証ファイルを仕込んでおいたの。通常回線からアカシックへ、私の記憶データへとアクセスするためのバックドアプログラムをね。どうやらそれが残っていたみたいだわ。そうか、それで世界のテストの時には起こらなかった新世界体験がレイジも加わった本番では起こったというわけだな。ええ、本来はつながるはずのない北陸圏にあるアカシックへの回線が強制的に開通してしまったの。完全に私のミスよ。本当にごめんなさい。それはつまり今後もワールドプログラムを起動するたびに新世界体験が起こるということなのか？いえ、それはないわ。おそらく今回の接続によってアカシックのセキュリティプログラムがこの認証コードを無効化するから、もうこのバックドアプログラムが機能することはありえないわ。それに私の管理者権限も最低のランク E にされてしまったし、今後は認証コードを発行することもできないの。